イメラジオ第2501回、今日は令和2年6月11日木曜日です。時刻は午前10時半。横浜港北、梅雨入りしたとは言いながら空は夏空の、そんな景色です。丹沢はもう見えない。風が強い。雨になっていくんでしょうか。さて、夢ラジオ2251回、今回は構造主義、言語の牢獄取り上げます。構造主義、言語の牢獄。私は学部の卒業論文でヤコブソンの詩学を取り上げました。ポエティックですね。一言で言えば構造主義にくっついて論文書いた。あの頃よりこのストラクチャリズムというのは私の心を離れることなく、まあ、もちろん構造主義はその後のポストモダンによって批判されたし、21世紀の今、まあ、構造主義をそのまま社会に、あるいは哲学に、ものの考え方に応用することは直接はできません。ただしですね、構造主義をそのまま適用することはできなくても、そこで提出された差異という概念、構造という概念、空という概念、これは非常に広い視野を持ち大きな広がりを見せました。しかもその構造主義のプロトタイプ、原型が言語学であったことから、まあ構造主義といえばよく言語の牢獄と呼ばれたりもしますね。20世紀の初頭、近代言語学を始めたソシュール、彼はストラクチャーという言葉は使わず、システムという言葉を使いました。体系と訳しますね。言語には体系がある。その体系の中の構成要素には差異、違いしかない。実体があるわけではなく違い、この違いから意味や価値も発生する。これが近代言語学の誕生でした。そのソシュールの知見を受け、30年代初頭、あるいは20年代の終わりからプラハで言語学サークル始まりました。フランス、ドイツ、そしてポーランド、ロシア、もちろんチェコの学者も、彼らがプラハという言語を交差する絶好の地に集まり、ここで言語学サークル、緩やかな討論の場を持った。若き私はこのプラハ言語学サークルに、まあ、ワクワクしましたね。そして彼らが、まあ、ロシア語やポーランド語、チェコ語で論文書いても広がりがありませんから、フランス語、ドイツ語、英語はほとんどありませんでしたね。フランス語とドイツ語でそのサークルの研究発表をしていった。私は読みましたよ。さて、そのプラハ言語学サークル、まあリーダーはといえばロマン・ヤコブソン、ロシア人、まあ、ユダヤですね。そのヤコブソンはもうソ連に帰ることはなく、ソ連では構造主義弾圧されましたよ。
ソ連では未来主義もアバンギャルドも弾圧されましたよ。ヤコブソンは後にニューヨークに亡命、ユダヤだったからね。そこで同じく亡命していたユダヤ人レヴィ・ストロースと出会い、このヤコブソンからレヴィ・ストロースに構造という概念が移入された。レヴィ・ストロースとしてもヤコブソンが語る言語学、その音韻分析がちょうど自分が長年やっていたブラジル先住民の人間関係、この分析に応用ができる、それですっきり説明ができる、この感動は大きかったでしょう。また話すヤコブソンにしても、自分が話すツールがこのレヴィ・ストロースという人物によってさらに広いフィールドへと移入されていくようだ。声にも力が入ったはずです。このヤコブソンからレヴィ・ストロースへ、言語学から人類学へ、そして構造、これこそ20世紀知が経験した最大の興奮と言っていい。今振り返ってもね、レヴィ・ストロースが構造主義の祖と言われますが、その彼にインスピレーションを与えたのはヤコブソンですよ。ただし、この構造主義、豊かな実り見せ、多くの領域へと広がっていったものの、言語の牢獄なんです。ちょうどソシュールが教授的にラングを研究すべきだと言いましたね。つまりある一点で止めて歴史を排除して、そこで構造を分析しよう、ラングを分析しよう。ですからこの構造分析、あるいは構造主義も静かな分析にどうしてもなってしまうんですよ。静か的、静的な分析、スタティックな分析ですね。つまりダイナミックでなくスタティックな分析にどうしてもなる。後のポストモダン、ポスト構造主義と呼ばれた面々は、この構造主義が持つ静か的な面、これではダメだ、動きを表現できないでないか、動きを分析できないではないか、そして世の中は、社会は、人間は、生命はいつも動いてるじゃないか、このいつも動くダイナミックなものに絶えずスタティックな断面図、絶えずスタティックな断面図、これで分析できるわけない。これはその通りで、このポストモダンからの構造主義批判、すなわち教示でとどまってるじゃないか、動きを表現できず変化を説明できないじゃないか、これにより構造主義は廃れていきました。70年代のことです。確かに構造主義、批判されましたね。その教授的だと。それだけじゃなくてね、デリダがね、ジャック・デリダがレヴィ・ストロースに対してですよ、音声中心主義だと。レヴィ・ストロースも、つまり書き言葉によってね、書き言葉によって先住民がこう歪められていったという分析、本当かと。それはルソーから続く音声中心主義にレヴィ・ストロースもあるということを表しているに過ぎない。実は音声よりもエクリチュールがあった。そしてエクリチュールは実は先住民にもあった。
文字を持つ持たないだけがエクリチュールの有無を表すものではない。この批判もありましたね。これもなかなか反論のしにくい、さすがデリダというんでしょうか。構造主義は70年代にはだいたい見切られ、そして80年代からポストモダンの時代、このポストモダンが20世紀終わりまでだいたい続きました。構造、その中の構成要素間には差異しかない。その差異から価値と意味が生まれる。しかもその構成要素間の差異、それが価値を生む以上、構成要素に実体はなく空っぽなんだ。空の思想にもつながりますね。私が学生の頃、指導教官だった先生が、ソシュールって般若心経に似てるねとかって言ってて、何のことかなって言ってましたけど、今思えばね、あの老教授というんでしょうか、いいこと言ってたなと振り返って思いますね。そうなんですよ。実はこの構造主義って、あの般若心経あるいは仏教の面からもう一回捉え直しても結構豊かなね、知見得られる、そんな哲学かな、そんな思想かなと今思っております。土台が言語学であった、言語の牢獄であったけれど、それはなんとなくもやーっと見えていたものに、きっちりとした視座を与えてくれた、20世紀の真ん中にね。そんな構造主義でもあります。そこに動きを加えること、そこに変化を加えること、そうです、構造主義が一旦排除したあの歴史、あの変化、これをもう一回構造主義にぶつけてみること、それがポストモダンだったと言っていいでしょう。夢ラジオ第2251回、今回は構造主義、言語の牢獄取り上げました。朝の放送はここまでです。ありがとうございました。